安全神話に頼り切った農家は綱渡りをしているようなもの。こんにちは、松本直之です。消費者が農産物を選ぶときに、基準があって、いくつかのその基準を持って、これにしようこれにしようって選んでると思うんですけども、その中の基準の一つに安全性ってあると思うんですよ。こっちの方が安全だから買おうっていうことで、例えばそれで有機農産物を選ぶとかっていうことはありますし、安全性も大事だけど、やっぱり安い方がいいよねっていうことで、有機じゃないものをこっちを選ぶっていう場合もありますし、それはその消費者の個々の判断、個々の中に持っている基準によるんでしょうけれども、それでもやっぱり安全性っていうものの、価値って結構世の中今ニーズが大きくて、それはもちろん食に対する不安があるからそういう方向なんでしょうけども、その世の中の安全性っていうキーワードに対する需要が大きいので、じゃあ生産者側もそこに向けて売っていこう、ニーズを満たそうっていうことで作って売っていく。その方が高く売れるだろうっていうことでやってる農家さんももちろんいますけども、その安全性を売りにして売っていくっていう農業の形ってあると思うんですよ。で、それを別に批判したいわけじゃないんですね。安全性を追求してそれを欲しがってる人のところに届けるっていうのはすごく大事なことだとは思うんですけれども、今回の動画で言いたいことは、安全性だけを売りにしていたら、綱渡りをしているのと一緒で、いつ落ちるかわからないですよっていうことが言いたいですので、そのあたりについて最後までご覧いただければと思います。この話をするときには、例えがあった方が間違いなく分かりやすいので、今回自動車を例に一つ例えを出してから、農産物の話を、安全性の話をしていきたいと思うんですけれども、例えばその自動車を、もしあなたが買おうと思った時には、世の中にたくさんある車種、ラインナップっていうものをバーッと見て、これがいいなっていうふうに選びますよね。とにかくラインナップがあるんですよ。色とか形とか、性能であったりとか価格であったりとか、その内装装備であったりとか、いろんな車があって、いろんなラインナップがあって、その中からこれが欲しいって決めてますよね。で、その時に、じゃあそのこれが欲しいって決める時に何かを基準にしているはずなんですよ。自分の中にある要望に優先順位をつけて、自分はこれを一番重視したい、この希望を一番満たしてくれる車はこれだっていうことで選んでるはずなんですね。で、それは例えば、乗り心地を重視するっていうのを一番に考えてて、価格ももちろん安い方がいいけど、やっぱり乗り心地だよなとか、家族4人いるんで、少なくとも4人乗れる車で乗り心地がいい。で、色はとか、見た目がどうのこうのとか、走りの性能がどうのこうのっていうふうに考えていくと思うんですけれども、そのいろんな要望ある中の一つ一つに優先順位をつけて、今回の話でいくと、乗り心地が一番上に来たからこの車を選ぶというような判断をするんですよね。で、これ車はたくさん車種あります。ラインナップあります。同じ見た目でもグレードがたくさんあったりして、もう本当にたくさんありますよね。だから、その自分自身が持っている希望であるとか目的に合わせて選ぶっていう、その選択肢がたくさんあるんですよ。で、じゃあ一方、農産物はどうかっていうと、スーパーに行ったりして、その野菜コーナ
青果コーナーに行ってみると分かりますけども、大根は大根、人参は人参、ナスはナスっていう風に、キャベツはキャベツみたいな感じで、その品目ごとに一つ、まあせいぜい二つぐらいのものしか並んでないじゃないですか。これって要は車のそのラインナップとしてすごく少ないっていう話になってくるんですけど、あの大根一つ取っても、よく大根例に出しちゃいますけど、大根一つ取ってもそれがまあ例えばサラダ向きなのか煮物向きなのかっていうような、調理に関するいくつかの選択肢がありますし、見た目でもその例えばサラダ用って言っても皮、外の皮が真っ赤で、それをまあカットすると見栄えがいいとか、切ると中が真っ赤でサラダに混ぜるとすごくいいとか、いやでもやっぱり真っ白の方がいいなとか、辛みがあった方がいいなとか、いろいろ選択肢がありますよね。煮物にするにしてもやっぱりその煮崩れしやすいしにくいっていう問題もありますし、もちろん漬物っていう場合も、先ほどの彩りを重視してまあうまいことつけるっていう場合もありますし、その大根一つとってもラインナップっていうのは実際現状いっぱいあるんですよ。でその時にじゃあその安全なものを食べたいっていう選択肢が一つあったりとか、もちろんその価格っていうものも選択肢の一つですよ。車の時もそうでしたけど、安いものが欲しいっていうのを一番重要視している、優先順位一番の人に対して安い大根を売るっていうのはそれは合ってますし、とにかく、まあ、価格もそうだけどやっぱり安全性が一番だよねっていう人に対して、うちの安全ですよって売っていくのはこれは合ってると思うんですよ。でその中にそのいやうちの大根は漬物に最高ですって、煮物にぴったりマッチする大根なんですっていう売り方もあっていいと思うんですけど、現状そういうふうにはなってないんですよ。だからその安全性を売りにするのはいいと思うんですよ。もちろん それが欲しい人がたくさんいるので、そこに対して安全ですって売っていくっていうのはもちろんありなんですけど、これ例えば安全神話みたいなものがあって、その本当に有機農産物が安全かどうかっていうのは正直わからないじゃないですか。もちろんその農薬を使うよりも使わない方が安全だっていう見方はできますけど、じゃあ使わなかった時にその虫に食われた、虫に食われることによって作物自身がまあ防御反応として農薬に似た物質を体の中に作り出すっていう話がありますので、その場合は農薬かけてた方が安全だっていうふうな判断もできるわけですよ。でその農薬に限らず安全性の問題でいうと、その投入する肥料の量とか質も関係してて、まあ有機だから安全だっていうのはそこはあんまり言えないんですけど、例えば有機でも有機肥料をバン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 入れて、ものすごい色緑の濃い、もうえぐみが出るような育て方をした場合、それって安全だとは言い切れないんですよ。だから有機だ観光だっていうくくりもできないですし、農薬を使ってる使ってないっていうことで安全性を判断することも実はできないので、その時にこういう話が世の中にもし広まって、有機イコール安全っていうようなその公式がもし仮に崩れ去ったとしたら、じゃあうちの野菜は安全ですよって売ってた農家はどうなりますか？安全神話が崩れた途端、自分の立ち位置、立ってる土俵、もしくはまあ綱から落ちるっていう話になりませんか？これがもし、いやうちは安全性もちろん重視してますけども、新鮮なうちにお客様に届けるっていうことをまあ第一に考えてますとか、そのまあ
美味しさを追求したような栽培をしてますとか、やっぱりいくつかその売りにできる文句、まあ項目みたいなものがあって、安全性っていうものを自分の売りの一つとして捉えてる農家っていうのは、もし安全神話が崩れたとしても他に持ってる武器で戦っていくことができるんですよ。だから勇気イコール安全っていう、その消費者の思ってるイメージに対して売っていく、安全性を武器にして売っていく場合、それだけを売りにするのは少し危険じゃないのかなっていうことが、まあ、今回言いたかったわけです。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。